そうですよ、ね、まあ和也が2人に囲まれてたら相澤的球際弱いから寄せられると駄目なんでだから間にうまく入ったらいいパスが来てまあこのゴールはなかなかストライカーって感じですよね監督ものリアクション見てもなんかおおみたいな感じやってたから <laughs> まあすごいですねこれも腰の切れうまく腰切れて高いボールで。